土曜23時大道の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 ラップゴー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 土曜23時大道の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 ラップゴー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 大道の登場。はい、土曜日23時は大道のラップトゥガーをお届けしましょう。この番組は日本語ラップアーティストによる日本語ラップのための番組。毎回1アーティストにフォーカスして大道セレクトの日本語ラップを土曜日の夜にお届けしております。調子はどうですか？ハロウィーンってことでね、沖縄市はいろいろ盛り上がってイベントがあったみたいです。全然俺はハロウィンっぽいことはしてないですけど、そんなこんなで今日は、まあ、1枚のアルバムですね、真田と随記 2.0 ということで、フェスタメルデディトール、まあちょっと難しいんですけど、このアルバムを流したいなと思います。イエイイエイ。まあ、毎回ねここで、大道の曲を1曲番組冒頭で流しているんですけれども、今日は久々の発売販売リリース記念ということで iTunes、 結構今回はいつもね iTunes、 Amazon、 マイヤ、オリコン、ミュージックさんとかに販売させてもらってるんですけれども、今回まあさらにプラスでいろいろね、いろんなところで販売させてもらってます。まあ2013年かなの秋ぐらいに、まあ出した曲なんですけれども、雨にも負けそう、風にも負けそう、フィーチャリング美奈子ということで、まあ俺大道が茨城で、美奈子さんが、まあ、千葉で、まあ、3.11 ですね、東日本大震災があって、まあ、3年ぐらい経った。まあ、でも、未だにね、その時は、大道は東京に住んでまして、まあ、関東でね、まあ、地元は茨城の南部の羽崎というところで、ツイッターなども見てて、まあいろいろ思うことがね、原発のことにしろ全然情報が入ってこない、このメディアとか、本当はねかなりもう進めないとか、そんな状況になってきたっていう、そんな思いをね曲にしたっていう、それ以外また iTunes や Amazon でも発売されましたので、まあ、28日ですね、よかったら、まあ、DIDOU 大道とね検索してぜひよかったら買ってみてください。まあ、YouTube でもね、ミュージックビデオも見れますのでぜひチェックしてください。ではまず聞いてもらいましょう。大道で雨にも負けそう、風にも負けそう、フィーチャリング美奈子。3.11、あれからギリギリ生きてる、地道に地道に、大道美奈子しばらきコラボ。あの日は何が起きた？怒り狂った大地、涙こぼした、落ちた看板、倒れた家具、心臓バクバク、足はガクガク、押し寄せた波、閉じ込めた鍵、落ち着けば先、一寸は闇、悩み叫んだ地球のバカ野郎。すっきりしないからまだだろう、何ができるんだろう、こんなちっぽけな俺に何ができるだろう、心折れないことはできるだろう、上を向いて歩こう、が死にるまだ生きてる、太陽が昇って沈む、その時空を見上げる、待っていたのは悲惨な現実、風が運ぶ連日、今日
起きた子供と女性守る時が来た。嫌でも体に入ってきてしまうよ。嫌なもん嫌だって言ってくる日本人。進路3に慣れてる家族。津波警報逃げてとお願いしたのに逃げない俺の家族。あの時の映像から何を学んだ。地元の海岸に流れた遺体。汚染水だって来ている次第。何を言っても海に入った友達と血が洗脳されてんの。雨にも負けそう風にも負けそう心張り裂けそう。それでも明日へと足伸ばす。忘れてたまるか罠にはまるか。まだ戦うんだ。鳥たちが気まぐれに空に歌おう。ゆらりゆらり嘘を投げて。私は何もいらない。この美しい自然が曇りの日も変わらずに太陽は輝いてる。それが今日もみんなの上に。忘れないで生きる意味を。ねえねえ君は何を思うんだ。何も思わない方が問題。あの日以来汚れた。伝えるべき人はとぼけた。曇りなき眼で見定めろ。この情報は正しいの怪しいの新しいの。そんな話をしよう。ラララララバイラクバトフライ太陽予報。きつの言えない人たちへ。ラララララバイエビバリトライ太陽を歌おう。聞いてもらいました。雨にも負けそう風にも負けそう大道フィーチャリングみなこでした。どうでしたでしょうか。まあこれね iTunes Amazon そして music.jp オリコンタップナウ Spotify KKBOX モーラーレコチョク Google プレイミュージック歌パスシャザムにも対応しておりますので、ぜひね、どれかで、まあ今、対応しているというか、まあないところもあるかもしれないですけど、今、登録はしてますので、ぜひね、もう iTunes では売ってます。もう先ほど、つぶやい、ここのね、ラジオ、流している曲、どんどん、私の Twitter で、題名などもね、つぶやいていきますので、I am Daido、アカウント名は、Twitter のアカウント名は、I am Daido ですね、IAM。DIDOU ぜひフォローしてチェックしてください。ありがとうございます。では今日は随気とサラダ 2.0 ということで、まあどんなんていうね、まあ、2007年に9月22日にリリースされたアルバムで、
まあ、ズイキとサナダというのは、まあ、ガキレンジャーのメンバーであるポチョムキンとマイカデリックの元メンバーであるサナダ人からなるユニットのファーストアルバムと、まあ、ズイキはポチョムキンの別名、サナダはサナダ人のサナダから来ていると。まあ、なおこの作品のリリース後、ユニット自体はすぐに解散していると。2415円だが CD の裏面には27300円相当と書かれていると書いてあって、まあ、客円アイスバーンアルファの坪井さんクレビューからそのみ、ウォークディスエ58っていうのがね、58がね、もう総勢57人のラッパーが客円で参加し、各方面で話題を呼んだと。今日これ流します。結構長い曲なんですけれども、あえて全部流します。それぞれの相棒であるヨッシー、ガキレンジャーとダースレイダー、マイカデリックも参加している。今今アルバムのキャッチコピーは最悪のクラスがあの2人が同じ学級にということで、これね、まあよく私もクレバさんとか好きな、ね、あのブログも見てた時にこのアルバムも紹介されてて、まあ、かなりめちゃめちゃいい、何回でも聴けるアルバムですので、まあ、今日は、楽しんでって、随気と真田を楽しんでってください。では、1曲目、どうしようかな。ナイスゴーっていう曲流します。
聞いてもらいました。ナイスゴー。今日は随気と真田 2.0 をお届けします。では次はライムボカンフィーチャリングアイスバーン。聞いてもらいました。ライムボッカン随気と真田お送りしてもらうフィーチャリングアイスバーンってことね。まあ、昔のというかまあ昭和のアニメタイムボカンってことね。これね、サンプリング、そのアニメソングをサンプリングしてタイムボカンじゃない、ライムボカン。ここもライムとタイムで韻踏んでるし、めちゃめちゃリリックもずっと韻踏んで繋いでってるところが、こんなん最高だよねと2007年思っていました。ではね、一回 CM 挟んでまだまだ続きますんで、ぜひよろしくお願いします。
土曜23時大道の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 ラップトゥゴー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 土曜23時大道の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 ラップトゥゴー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 大道の登場待たせ。はい、土曜日23時は大道のラップトゥゴーをお届けしましょう。この番組は日本語ラップアーティストによる日本語ラップのための番組。毎回一アーティストにフォーカスして日本語ラップ流しております。今日は随気と真田ということで、まあ、ポチョムキンと真田陣からなるユニットでございます。ではかなり日本語ラップシーンでも話題になった2007年の時点で、まあまあおそらく今でもですけど、2015年今でも、私の知る限りは国内最多のマイクリレー人数、ウォークディスウェイ58、まあ58ですけれども58小節ってことかな、58ターンってことかな、そのまあ、1人は8小節ずつラップするのが58回繰り返す。でも57人のラッパーだと、なぜならヒダディさんが2回出ているためということで、まあこれなかなかね、参加アーティスト57人伝えるのもあれなので、ウィキペディアで見てください。ではね、こんなラジオでこれ18分47秒もあるんですけれども、俺はこれを流したいと思う。で、聞いてください。Walk this way
が繋げた隙を描いた。この曲長すぎてプロレガンガン、ロッパチンポンで迎えるギネス、僕らしぶみでレッドを譲る気です。こんなベース、そんなベース、あんなベース、どんなベース、どっちベース、ピッチならば1、2、1、2、前に進まずに成功はね、それぞれ抜きすぎに栄光はね。はい、聞いてもらいました。ズイキとサナダで Walk This Way 58でした。これね、18分47秒もありました。ラジオでフルで流れるなんて初なんじゃないかなと思いつつ、 CM 入ります。はい、土曜日23時はダイドのラップトゥーゴーをお届けしております。私が DAIDOU ダイドでございます。 iTunes、Amazon、DAIDOU ダイド検索してチェックしてください。今日はズイキとサナダさん流しております。あともう2曲流してお別れです。こんな人間になりたいと終わりの回連続で聞いてもらいましょう。こんな人間になりたいではズイキさんのフィーチャリング、牛光時宗さんと、次は終わりの回。雨にも負けず風にも負けず、自分に正直にラインをかける。ステージを降りたら決して目立たず、丈夫な体を持ち、適当にやり過ごしても誰も傷つけず、いつも静かに笑っている。一日の終わりをありがとうで締めて、あらゆることに首を突っ込ます。よく見聞きし、分かり空気を読む。街のざらめくネオンの影の小さな地下のクラブにいて、東に友の結婚式やれば、行って子供ちと祝ってやり、西に病気の母あれば、行って背中をさすってやり、南に祭りの灯火あれば、酒を持参し一緒に騒ぎ、北にワックな MC いれば、つまらないからやめろといい、一生を通して付き合える。ペストと友と遊びを持ち、家族を大切にする真面目さを持ち、金に生きないが金感情が得意、そんな人間に私はなりたい。泣き映しれ、あいつしか錆びつき朽ち果てた、あいくつもの
日の終わりなのにパキパキで眠れない。あらゆるところにポコッ突っ込み、よく覗きをし捕まり、でもパンティー盗む。街の色めくピンクネオンの影の小さな力おっぱいパブにいて、東に灯る結婚式あれば行って、ブッサイクな嫁だな。俺なら置き詰まれても一緒にいたくないぜと言ってやり、西に病気の母あれば保険金おりの持ってやり、南に祭りの灯火あれば女の先に睡眠薬混ぜてお持ち帰り、北にワックな MC いれば怖そうなのでこびえるぜ、幼いもののヤクルトも飲むぜ。家族に感動され、ここ10年会った記憶がない。早く人間になりたい。これが今日最後です。終わりの回、随気と真田、切りはさい。だが、ため割れ戦える、花瓶の水、帰るため家に帰る。
今日はまあ、真田陣とボジョムキンのね、随木と真田さんのアルバムでフェスタデメルタディトーロ、読み方合ってるのかな、これをこちらのアルバムをお送りしました。本当はねもっとね流したいんですけれどもね、もう時間の関係上流せませんので、ぜひねこちらの CD もゲットしてみてください。そして今まさにインスト流れてるこの雨に負けそう、風にも負けそう、フィーチャリングみなこ大道、 iTunes、 Amazon、 まあその他もろもろ発売しておりますので、こちらもよかったら DAIDOU チェックしてください。来週はタロスソウルさんを特集します。ではまたまた会いましょう。土曜日23時は大道ラップトゥーゴー、よろしくお願いします。